はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。いやー、今日はですね、前回にもねお話ししたんですけど、ちょっと移動になるかもしれません。移動中の動画をねカットするかどうかっていうのをちょっと悩んでるんですけど、まあムービーになる可能性もあるので、まああえてね撮っていこうかなと思ってます。で、今バイスラークですよね。焚き火、どこだ、見聞院。まずバイスラークから出てですね、どこ行くか、遠いですね。ちょっと遠すぎるかな。エルトナへ戻りたいと思います。まあここまでちょっと撮ってみて、まあここまでね撮ってみて、何もなかったらここから撮り直そうかな。ちょっとあまりに遠すぎるもんな。まあそうしますかね。何かあったらそのまま、続けていきたいかなと思います。ここ反対だ。あれ？なんか間違えた？逆だね。南。あれ？反対？出れるかな。あ、出れましたね。山道ではゆっ、そうね、そうしようかな。よいしょっと。とりあえず移動をどんどんしていきましょう。間違い。 LP もね多分1回で行ききんない可能性もあるしな。船着き場、こう降りなきゃダメか。遠いよね、あそこまで行くには。あまりに単なる移動になっちゃうもんな。船に乗るのか。はい、乗ります乗ります。よし、で、こっち。フルスハイマーよく来るようになりましたね。ここではいろいろあったという思い出ばっかり。いい街ですよね。ここの運、海っていうか運河ですか。運河があってすごく綺麗な町ですね。ここはもう走り抜けるしかないんだな。ひとっとびっちゃ場所。いや、これがあるからまだ楽だけどな。これドルボードなかったらほんとめんどくさいですよね。で、次は、雑木林で、こっち行かないといけないから、ここでいいのかな。フットアーチから、面白いね。こっちの方に行けばいいのかな。タブ。違った？多分合ってると思うんだけど。思ったより早いですね、移動が。カットしなくてもいいかな。ついつい面倒くさいという、そういう。次は
上でしょ。ここかな。こっちでいいのかな。あれちょっと待って、これ洞窟でしょ。ここじゃなくて、こっちかな。これでこっちでしょ。多分こっちやってると思います。山道では乾いた平原で、でここと、でこの人のクエはなんだっけ。よっと、ちょっとクエ聞いてみよう。この人だよね、クエ持ってんの。おお、あ、ソウルストーンか。あ、持ってるじゃないですか。じゃあ渡していきましょう。まあ単純に品質の少ないのから渡せばいいか。これでいいかな。おお、一件落着。よし。ああ、これで終わりかな。じゃあ一飛びしちゃいましょう。ようやくエルトナ。でも意外と早いですね。いつ来てもいいところだね。さて行きましょう。光の差す場所、ここですね。リアネートのお話が始まります。懐かしい。最近はとんとご無沙汰だけど、よく家族みんなでピクニックに来てたわね。本当にここには思い出がたくさん。ねえリアネ、話しておかなきゃいけないことって。フィリスちゃん覚えてる？ずっとずっと昔のこと。私悲しいことがあってここで泣いててね、一緒に遊ぼうって誘ってくれたのがあなた。あの夢のシーンですね、前回のね。それって前に夢で見た。もしかして悲しいことって。お母さんがね、死んじゃったの。やっぱりお母さんが違うんですね。じゃあ私とリアネーは。そう、血がつながってない。私たち本当の姉妹じゃないの。お母さんが死んだ後、私を引き取ってくれたのが今の父さんと母さん。フィリスちゃんはすっかり忘れてたみたいだけど。うん、全然覚えてないや。それでね、私と私を産んだお母さんはどこか遠い場所からこの町に来たらしいの。あ、もともとお母さんと一緒にこの町にいたんだ。私が探してる場所っていうのはそこのこと。私のもう一つのふるさと。リアネーのふるさと。ごめんねフィリスちゃん、お姉ちゃんわがままで。できることならずっと忘れたままでいてほしかった。本当の姉妹として暮らしていきたかった。でもどうしても私はふるさとを見てみたいの。私が生まれた場所を見てみたかったの。そのためには
こうしないと進めないから。リアネ、私のこと嫌いになった？こんな私でも一緒に旅したいって思う？血のつながってない偽物のお姉ちゃんでも。バカ、リア姉のバカ。リア姉は私のこと何だと思ってるの？血がつながってないから何なの？血なんて関係ない。本当の姉妹かなんて関係ない。だってどんなことがあってもリア姉は大好きな私のお姉ちゃんなんだから。イリスちゃん、だから改めて言うね、リア姉のやりたいこと一緒に叶えよう。私ができることなら何でも力になるよ。ありがとう、ありがとう、イリスちゃん。うん、これからもずっと一緒だよ。さて、リア姉のふるさとを探しに行くわけだけど、何か手がかりとかないの？それが全然、旅の合間に聞き回ってたりはしてたんだけど。そっか。あ、そうだ、お父さんとお母さんなら何か知ってるんじゃない？それしかないのかしら。いまいち聞きにくくて踏み切れなかったんだけど。大丈夫だって、きっと二人ともそんなこと気にしないから。そうよね。それじゃあ決まり、うちに帰って母さんたちに聞いてみましょう。お、リアーネがスキル、姉妹の絆を習得しました。お、スキルを習得すると思わなかったぞ。なんだろう、ここ。はい、ということでね、そういう結果でしたね。こう釣りができるじゃないか。おいしいお魚、いらっしゃい。ちょっとだけ釣ってみましょう。こんなところで釣りができたとは。よーし、来た来た、完璧。何が釣れた？あれ、何が釣れたな？なんか見たことあるようなやつだったぞ。今のワンフィッシュですよね。あ、この引きは完璧。え、ちょっとやばいかも。何、戦闘になるだとちょっと待って、聞いてないんだけど。そんなの、じゃあここで行っちゃいましょう。デスクラウドだって、なんかすげえ強くないか。あ、何この手、しかも本持ってるし。何ができるんだこの人は。強化効果を2つ無効化する。とりあえず闇属性になるかやってみるか。逃がしはしません。あ、意外と強い。しかもびっくりだ、これ兜割りしとこう。てやびっくりだぞ。単体で状態上行動不能、まあこれがいいかな。どう、受け止めたげる。よし、じゃあもう一回、もしかして電撃の方がいいんじゃない、海だから。せーの、当たって。今のダメージだったんだろうか、大丈夫。あ、ダメージだね、ダメージだね。なんかどっかに、弱点が出るって言ってた。あ、これね、
こで見ても何が弱点なのかな、丸っていうのが弱点なのかな。罰がダメなのかちょっとよくわかんない。道具で攻撃、私の勝ち、やったね。フィリスちゃんのためにもっと強くならないとね。あれ今の宝箱はどこ行っちゃったの。宝箱取ったと思ったのに。びっくり、釣りって戦闘になるんだ、知らなかった。黄色いっと、サラサラっと。この辺は取っても一緒かな、ね、風で飛ばされないようにしないと。よし、じゃあ家帰りましょう。どこだフィリッシャーの家は。これか、家帰りましょう。これは燃料だね。旅でも眺望でもいつもお世話。お父さんお母さん、ただいま。おっと無言。おう、おかえり。家に帰ってくるなんて珍しいじゃないか。何かあったのかい。ていうかお父さんいつも家にいるね。別に何も。リアーネすごい緊張してますね。ね、リアーネ聞きたいことがあるんだって。ちょっとフィリスちゃん。お、なんだい、まさか父さんと母さんの馴れ初め。いたたたたあんたはふざけないの。それで聞きたいことってどんなこと。私のふるさとのことなんだけど。一応驚くんだ。リアーネ、あんたフィリスに行ったの。言っちゃった。うん、そうか、偉かったねリアーネ。お父さんなんかいつにはかっこいいじゃないですか。言わなきゃフィリスなんてずっと忘れたままだったろうに。本当に変なところで真面目なんだから。ルーカスにでも似たのかしら。いやいや、君に似たのかもしれないよ。いいお父さんお母さんじゃないですか。父さん母さん、気になってたならもっと早く聞いてくれればよかったのに。リアーネのことだから多分遠慮したんだろうけどね。だから言ったでしょ。ええ、そうだったわ。だって私の父さんと母さんだものね。そうよ。それであなたのふるさとのことなんだけど、ごめんなさい、早く聞けとは言ったけどよくはわからないの。君のお母さんは故郷のことについてはあまり話してくれなかったからね。何か大変なことがあって東の方から逃げてきたという話だったけど。東、全部東なんだけど。それだけじゃ確かによくわからないね。あ、そうだ、イヤリング。リアーネ、そのイヤリングってアリアさん、あなたのお母さんから贈られたものでしょ。アリアさんすごく嬉しそうに言ってたのよ。それは夫が故郷の石で作ってくれたものなんだって。なるほど、それならそのイヤリングに使われている石を調べてみれば。リオネーのふるさともわかるってことだね。え、行ってきなさいリアーネ、自分の生まれた場所を確かめてくるの。それでまたここに帰ってきなさい。おいしいご飯作って待ってるから。はい、行ってきます。ふん、それじゃあ石に詳しそうな人にイヤリングを見せてみよう。誰だ石に詳しそうな人。ええ、
私のふるさと絶対に見つけ出してみせる。手がかりはイヤリング、手がかりはイヤリング、それはいいけど誰？物を売っている人は何か知ってるかも。まあ確かにね、それみんなに聞いて回るのか。お店をやってる人、マジですか、それを聞きまくるんですか。とりあえずアトリエで回復だな。光る結晶がたくさんあって随分綺麗なところ。お、うわ、フィリス、ここへ来たのか。お願いがあるの。エルトナダ族校は、まあそこまで急ぎってわけじゃないんだけど、比較的急いでくれると嬉しいかな。それって急ぎってことなんじゃ。まあいいや、どんなこと？あのね、調合に必要な材料を集めてきてほしいの。用があって調合をしようとしてたんだけど、すっかり材料を切らしてしまっていてね。調合？え？二人って錬金術師だったの？あれ？言ってなかったっけ？そうだよ。錬金術師なんだ。だけど自分たちでは作れないってこと？まあ、ちょっと前までは才能がなくて錬金術なんてできなかったんだけど。あ、ひょっとしたら前作ではしてないのかな。お人よしの錬金術師が道具を作ってくれてね。そのおかげで調合ができるようになったの。お人よしってソフィーのことかな。まあそれはさておき、材料の件よろしく頼めるかな。お、うん、任せておいて。ありがとう。集め終わったら持ってきてくれると助かるわ。それじゃあね。持ってきてくれるってまたあそこ行くの？二人が錬金術師だったなんて驚いたな。でも才能がなくても調合ができるようになる道具だなんてすごいものもあるんだね。あ、忘れてた。二人からの頼み、え、何を頼まれたんですか？黄金色の岩か。黄金色の岩ってどのぐらい持ってるんだ？何を作ろうかな。こっちはダメか。これでわかるのか。ずいぶん素材持ってるな。黄金色の岩48個も持ってるじゃないか。じゃあすぐもう大丈夫じゃないですかね。なるほど、いつの間にか杖いっぱい持ってるし。これ品質200だぞ。さてそれはいいとして、あとね、みんなにちょっと話を聞いて終わりにしようかなと思って。フィリスちゃん、お腹はすい。フィリスじゃない。あ、そっか、レビィさんいないんだ。おや、オスカー。やあフィリス、元気そうで何よりだ。あれ、話進まないね、オスカーさん。錬金術の勉強は順調ですか？プラフタ意外と強いっていうのが分かった。あ、来ましたね先生。前に材料の声について聞いたとき、私ならもうすぐって言ってたじゃないですか。まだその話ですか。あれって
どういうことなんですか？ああ、フィリスちゃんならきっと、もうすぐ材料の声が聞こえるようになるってことだよ。ソフィー、あなたはバカですか？なんだ？バカ？どうしてそんなこと言うの？そんなことはフィリスもわかっているはずです。聞きたいのは、なぜそう思うかということなのでは？なるほどね。ああ、そういうことか。フィリスちゃんって鉱石の場所がわかる、聞こえるんだよね？はい、なんとなくそんな感じがするだけですけど。その話を聞いたとき思ったんだ。それって本当に鉱石の声が聞こえてるんじゃないかって。おそらく間違いないと思います。きっとフィリスは生まれつき声を聞く力に長けているのでしょう。生まれつき？だから前に話したとき才能って。そう、その通り。フィリスちゃんには才能があるんだよ。だからいつか鉱石だけじゃなくて、いろんな材料の声を聞けるようになるんじゃないかって、私はそう思ってるんだ。先生、期待してくれるのは嬉しいですけど、私そんな自信ないですよ。平気平気、フィリスちゃんならきっと大丈夫だって。それにもし声が聞こえなかったとしても、錬金術の才能があることは変わらないし。ええ、その通りです。フィリスはフィリスらしく、これからも錬金術に力を注げばいいだけ。材料の声のことはあまり気にしないように。いいですね？わかりました。なるほど。フィリスちゃん、調子。さて、じゃあ一練りして、終わりにしようかな。どのくらい休もうかな。おやすみなさい。あ、いい夢だったのに起きちゃった。今寝れば続きが見られるかも。相変わらず何回見ても面白いですね。まあいいや。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。リア姉の故郷を求めて、また旅することになりましたね。いろいろ目標が増えております。またあの二人組、それに対してもやっていかなきゃいけないし、まあその辺はバイスラックまで行かなきゃいけないので、近くに寄ったらまあついでぐらいの気持ちでいいかなと。まずはあちこち行ってリア姉のイヤリングについて調べてみましょうかね。まあそうしながらちょっと戻っていきたいかなと思います。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。